不遇な捜査系、松井塾です。はい、じゃあ行きましょう。捜査系の子供について見ていきましょうという形になります。捜査系の子供っていうのは、いわゆる普通の子という形になります。はい、いわゆる普通の子というか、真面目な子という形になるんですが、はい、ポイントになってくるのがこちらになります。捜査系の場合、基本的な要するに、ま、パターンは、真面目という形になります。しかしながら、ここで注意していただきたいのは、二つあるわけなんですね。捜査系の子供さんの場合は、基本的にはアベレージを上げていくことという形にはなります。はい。したがって、このタイプはどういうふうな勉強になるか、もしくは成績の上がり方、もしくは下がり方になるかっていうと、イメージがあった場合に対して、こう、ぐーっと上げていきます。いいですか？ところが、強化系とかの場合は、ボン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 とか、要するにこう、縦のこの振れ幅が、極めて高いんですが、操作系の場合に関しては、真面目くんである危険性が高いんで、真面目くんであるケースが高いんで、もうずっと同じリズムなんです。ずっと同じ、ロボットみたいにこう、同じリズムで、こう、同じことをやり続けるんです。つまり、3時間勉強しますって言ったら、その3時間の勉強量をいきなり6時間に引き上げることがそもそもできないんです。そもそもできないんです。だから、1時間しか勉強できてないですよって言ったら、1時間10分、20分、30分、40分、50分、これを長い年月をかけて、要するにやっていくというタイプが、操作系の特徴になっています。よろしいでしょうか。つまり、操作系の場合っていうのは、2つの点に注意しておかなきゃいけないんです。特に何も指導することがほとんどないのはこのタイプという形になるんですが、二つの点に注意してください。まず一点目が、キャパオーバーになった場合は死にます。はい。キャパオーバーになった場合は死にます。例えば、これだけの量がありますっていうような話になった時に、限界値を突破した場合に対して、強化系だった場合は限界を突破してみます。限界を突破してみます。が、操作系の場合は、何があっても限界を突破しません。何があっても限界を突破しません。はい。その場合に関してはどういうふうな形になるかというと、キャパオーバーの量の宿題を抱え込んだりした場合に関しては、要するにその分量しかそうやらないというふうな形にしかないという形になりますね。で、もう一個はこちらになります。入試前に焦らせないでください。必ず私言ってます。入試前に絶対焦らせないでください。焦ると死にます。はい。つまり、入試直前期だろうが、入試の3年前だろうが、同じペースで、同じパターンで、同じように行動していきます。いいですか？ちょっとずつは改善してるんですが、本当に目に見えないぐらいの成長を毎日積み重ねていくんです。つまり階段を一段一段上がるような感じでなるんです。だから、保護者としては、なんかこの子頑張ってるのかなってなるんです。頑張ってるんよねみたいな。なんか、わけのわからない状態になるんですけど、そういう形になります。ところが、これが、子供さんが操作系でのほほんとしているタイプで、親御さんも操作系でのほほんとしている場合だった場合は、入試前だからって言って焦らなくてもいいよね。君はずっと勉強するっていうか、一定数で勉強するっていうタイプだもんねっていう形になる。ね、勉強するタイプだからそうだよね、そうだよねってことになるから同じようにやっていけば、同じように普通に積み上げていけばいいんですけど、この操作系の子供の親御さんは漏れなくここで失敗します。いいですか？漏れなく 100% と言っていいです。100% こうでしょう。入試前に必ず焦らせます。いいですか？注意しておいてくださいね。入試前に必ず焦らせます。はい。でもダメなんです、このタイプ。入試前に焦らせると風邪ひくんで。入試前に焦らせると、体調不良を引き起こすという、極めて高精度なロボットになります。はい。ロボットって基本的に、100の仕事を100、なんか100時間の100しか使えませんよったら、その機能を変えても200になったりしないじゃないですか。あれと一緒です。あれと一緒です。だから、入試前に関しても、基本的に1、2、1、2、1、2、1、2という感じで、一定のリズムを刻み続けるというのがこの操作系の特徴になります。いいですか？すべてのお子さんが入試前に焦らせてゴールをするってアホみたいな考え方は捨ててください。いいですか？人はそれぞれ違っているんです。いいですか？という形になります。だから入試前には絶対に焦らせないようにしてくださいということになります。そいつのリズムですね。もうずっと同じリズムを刻んでくれます。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。